はい、今日もあなたは百姓天国、はい、先ほどはモロヘアをね取りましたけれども、次は空心菜、エンサイですね。今日はモロヘアと空心菜というね、2種類の葉物になりますね。こんな感じで今年はね、なんかちょっと徒長気味に、うちの畑だけじゃなくてね、徒長気味になりがちな傾向があるみたいですけども、こうやってね一個一個ちょっとハゲタカみたいにしていきますね。このパキンパキンっていうね、この音が気持ちいいでございまして、これがねまさに空心菜、中がね、こういう風に空洞になってるわけでございまして、夏の定番でございますね。まあ炒めて、炒めが美味しいですか。これとね、もやしと一緒に炒めて、生姜醤油ね、それだけでガタッとね、ごま油で炒めるね、定番でございますね。まあ夏はね、空心菜と鶴紫どっちが美味しいか、私は空心菜の方が好きなんですよね。ね、こんな感じで、この辺はちょっと嫁に任せてね、もうだいぶいい感じになってまいりました。これもね、まあ、取ると思えば10月ぐらいまで引っ張りますけれども、まあ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 、9月までのね、この一番暑い時期のメインになりますね。よいしょ。茎がね、ちゃんとある程度太くないとね、ちょっとあれなんで、こんな感じでね、1軒分がこれぐらいの感じですか。はい。これもね、全盛期になると、ちょっとね、取りきれなくなるんですね。パキパキとこういうね、音をなびかせながら、響かせながら収穫するのが空心菜でございます。はい、こんな感じでね、はい、まあ別にね、何も難しいことはございません。家庭菜園でもね、これは何回もね、取れますんでね、何株か作っとけばね、ずっとしばらく収穫できて連続してね、食べられますんでね、おすすめでございます。皆さんもおやりになっているかと思いますがね、我々ね、プロの農家もね、空心菜さんには本当にね、助かっておりますよ、毎年ね。よいしょ。やっぱり旬ってね、ありまして、まあ夏にね、正直夏にほうれん草でね、小松菜はどうかと、やっぱり思うわけですよね。夏にしかできないこの旬のね、葉物、やっぱ食していただきたいね、そう思いますよ。よいしょ。よいしょ。またまたね、パソコンの調子が悪くてね、いやいやいや、もう本当にね、機械類はどないにもなりませんな。昨日の夜も吸ったもんだしてですね、結局今日の朝起きて、ね、書類を作ったりしましたけれども、この本当に私のようなね、門外観といいますか、専門家ではないですかね、パソコンね、全くわからないので、何かトラブった時にね、本当にこう会社とかだったらね、そういう専門の部署があるんですけども、個人で対処しなきゃいけないっていうね、全くもっと頭が痛いですよ。よいしょ、はい、百姓農園さんはね、すごく情報発信にも力を入れてらっしゃってみたいなこと言われますけど、情報発信に力入れてんじゃなくて、更新をただ単にダラダラやってるだけのことでございましてね、だからといって何かこの専門家というかね、パソコンに詳しいわけでも何でもないんでね頭にヘッドセットつけてこうやって喋ってる、くっちゃべってるだけのことですからね、別にそんな大した能力もいらないと思いますが、より よっぽどパソコンのことに詳しい方がね、いいと思いますがまあ人それぞれね、できることもあればできないこともありますんでね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。キャベツがね、もうあんな状態でございますよね。キャベツの蝶々の舞を見ますかね。はい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 、どうすか、ほらすごいですよ。もうこの時期はこうやってね、キャベツを栽培しておくと蝶々がこんな感じになるんですよね。わかります、これ何をキャベツを栽培しているのか、蝶々を培養しているのかって、そういう話ですよね。すごい数でしょ
多分ここのキャベツもね、うわうわうわね、ここのキャベツも全部はね多分使えないですね。今日これも出荷するつもりではありますが、この量ですよね。よいしょ。よいしょ。せーの、ほら。ほらほら、ほら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 。ね。まっちょります、まっちょりますね。また戻ってくるんですけどね。まあどうしようもないですよ、もうこうなったらね、中入られちゃったら。まあ防虫ネットをね、1枚かぶせてぐらいじゃとてもとてもね、虫というかね、防ぎきれません。よいしょよいしょよいしょ、もうちょい。まあこんな感じでね、富士山のね収穫は割と楽しいですからね、パキパキと。あ、これ美味しそうですね。ね、こんな感じで今日はねお客様富士山にね入りますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。よいしょ。もう夏も本番ね、7月ね、梅雨もう本番ね。この梅雨明けてまた一気に来るんですよね、暑さが本当恐怖でございます、毎年ね。ということで以上ね、よいしょ、富士山ね収穫している百姓農園の動画でございました。よいしょよいしょ。